どうも、どうだです。どうも、走るおいチャンネルです。今回ですけども、まあ、大井くんが、ここに来たということはですね、まあ、2019年、まあ、いろんなね、思い出を抱えてね、いると思うんですが、ね、前からずっと気になってたのが、2019年の相棒というか、はい、相棒というか、グローブですね。はい、グローブを、まあ、欲しいだろうということで、非常に、まあ、毎年毎年、ああでもない、こうでもないっていうのを、本人が言ってるので、はい、まずですね、本人の要望を、前から聞いてて、ちょっと画像にまとめたんですよね。これ結構気になると思うんですけど、皆さんね、ちょっとね、意味わかんないと思うんで、まず見ていただこうと思います。ね、こういう画像が送られてきたんですよね。はい、これ何かわかりますか、これ。なんかね、緑色のお皿に、なんかこう、丸と黄色の、なんかね、これはね、何かこれがなんか鍵を、はい、鍵らしいです。こうグローブにか、これグローブらしいんですけど、どういうことなんですか、これ。まず、はい、説明してください。はい、これはですね、まあこれがグローブの補給面だと、はいはいはい。補給面ね。こう開いてるグローブなんです、はい。ああ、なるほど、グローブ開いてて。で、うん、ゴロを取るときには、基本的にこの薬指の下。うん、あ、これ薬指ってこと、薬指の下に、あ、そういうことか、そうです、薬指のこの辺で取りたいんで、うん、もうこれが丸い赤い丸が補給ポイント1、はいはいはい、おー、なるほど、うん、でゴロを取ります、これは、はいはい、でゴロを取る、うん、右側に少し開いておきたいので、ちょっとまあこっち側が広くなって、あー、そういうことか、で、3個目のこの黄色のラインが、うん、まあこのフライとかのタッチプレーとかの時は、うん、まあここだと普通に弾いちゃうんで、はい、挟む、あー、なるほどね、挟んで、まあちょっと奥の方で取ってタッチとか、まあフライを取るという、あー、なるほど、この3つですね、はい、はい、これが一番分かりやすく説明した画像らしいんですけど、はい、もう少しね、分かりやすい彼が過去に使ったグローブのなんかこういうね、なんかこう波みたいになってるんですか、丸くなってるんですか、これは何なんですか、これは何ですか、はい、これはさっき言った感じのあれなんですけど、はい、まあここにゴロを取るポイントがあって、はあはあ、そういうことね、まあ、正面のゴロだったら大体この辺、うん、でゲッツーとかだったらこの辺みたいな感じで、ちょっとま あポイントがあるんだ、そうですね、ちょっとまあ、そうか、こっちにはあんまり入れたくないんで、こっち寄りだね、こっち寄りで、はい、という意味で、まあ、この丸を書いてます、はい、ということらしい、だからこれが、まあ、全体簡単に言うとこういうことらしいんだけど、より具体的に言うとこういうあの補給スポットみたいな感じらしいんですよ。でこれを参考にですね、一応ジューン K グラブさんにこれを僕が送ってですね、画像と、要望みたいなのをめちゃめちゃ時間かかったんですよ。それをなんかまとめて送ったんですけど、はい、そしたらその新年の時にあのサンプル思うやつを貸すんでっていうことで、はい、貸していただいたんです今回、うん、でそれがこの中にあのたくさん入ってまして、ここからですね、あのグローブ何かまあ分かんないですよ、合うか分かんないけど、それを探していこうという今回の、はい、旅で一個一個渡すんで、それがいいか悪いというよりかは、その今言ってたことに合ってるか合ってないかっていうのをちょっとこう言ってて、はい、でどうなったらいいのかっていうゴールがちょっと見えたところで、はい、じゃあ借りたものとこう合わせてどうかっていうところをちょっと見たいと思うので、はい、まずですね509、ちょっとどんな方やったかっていうのは覚えてないんですけど、509型っていうこれですね、結構借りてるのは全部使ってある形跡があって、はい、実際に皮が若干伸びてるので、はい、よりそのサンプルとしてはイメージしやすいようなものばかりですので、まず509ちょっと深いかな、はい、サード用みたいな、はい、なるほど、そういう感じ、はい、509、うん、形としてはかなりこの、うん、さっき来た円っていうのはすごくイメージはこの辺ねできますね、うんうん、これは、うん、でまあ、うん、ちょっと、うん、どこかちょっと大きいかなっていう、あ、はい、ちょっとほんとどあ、指指指あ、指が長い、あ、そういうことね、はい、はい、ちょっと509ではなくて、509はまあこの辺のポイントはいいんだけど、ちょっと指が長いんじゃないかと、はい、どうかな、611、これもあんまり見たことないような方がいますね、かなりなんかトレーニンググローブをこう派生させたような、はい、しかもこなんかワイドヒンジでこう横に広がるようになっててっていう感じです、どうぞ、はい、
これは今度ちょっと小さいかな、どうやろう。あ、うん、そうですね、うん、ちょっと今度はまあセカンド1本だったら全然いいんですけど、ちょっと親指が結構奥まで入っちゃうんで、はいはい、あんまり形としては入りすぎちゃうかなっていう。あ、小さすぎるということですね。そうですね、でもまあセカンド1本だったらいいと思う。なるほど。これどうやろう、これ508っていう方で結構つかみメインにしてるような、これ定番にないやつやね、これも、うん、どうぞ。508どうなんでしょうね。まあちょっとあれですね、あ、指が結構長い、長い、あんまりそうかこの辺の感覚がないかなっていうなるほど。ちょっとまあ、外野手じゃないですけど、ちょっとまあ、うん、指先の感覚が欲しい、うん、ああなるほど、はい、ちょっと 長いちょっと長いです、ね、508ちょっと難しい。なるほど。403、これは定番であれですね、さっきからちょくちょくね紹介してるの結構な薬指リングついてるのが多いです、うん、はい、これですね。601、はい、これ定番ですね。これなかなか人気ですね。601、うん、割とこうどうなの、うん、はい、601、うん、これはあれですね、これもさっきの2個目ぐらいのやつと一緒で、うん、結構、うん、なんていうんですか、親指が奥まで入る。ああ、そうか、うん、もっと浅い方がいい。もうちょっと親指が結構なんか、うん、ここが固定されちゃう感じがあって、結構自分こう使いたいんですよ。はいはいはい、はいはいはい、なんで結構なんか、うんうんうん、ここまで入っちゃって。ああ、そっか、なるほど、はい、もうちょっとここが、なるほどなこれな、勉強になるな。ここか、これはい、これね、ユースモデルって言って、はい、ちょっとこう、小学校、高学年の子とかが割と好んで使うモデルらしいんですけど、一応ここ2本入ってて、どっちかっていうとこっち寄りで使う感じのグローブやったかなと思うんですけど、これね、小型ですかね。うん、これは結構あれっすね、好きっすね。あ、そうなん、はい、あ、これ、ユースモデル、ユースモデル。あ、そうなん、結構これがさっきにさ、うん、その親指の利きが、うん、はあ、聞きやすい。ほんまやな、なんかあんまり奥まで入ってへんっていうのはそういうことやね。はい、まあ、あとはヒンジあるんで、ええ、ちょっとこっち側も広い。ああ、そうか、これはなんかちょっと正解に近づいてきた感じやな。そうですね、なるほど、個人的には全然。なるほど、こういうのでいいんや。なるほど、これは好きっすね。うんうん、はい、なるほど。今はちょっとダメ元で渡した411っていうちょっとユース系のちょっとね、かかりが浅いようなグローブだったんですけど、逆にその親指のかかりが浅いのが良かったという、うん、結論でしたね。で次がちょっとまだでかくなっちゃいますけど、614ですね。6141、うん、でちょっとなんかこう折り返しの中で、まあ、深く浅いようなモデルですね、はい、深く浅い、深い、あ、深い、そうですね、急に深くなった感じ。確かに、うん、なんかこのうん挟む感というか、挟む感、あー、挟む、ちょっと違うんやな。違いますよ。あ、そうかそうか、挟む感が強い、ね、挟むだけではないもんな。あー、そうですね、そうかそうか、はい、そうか。ちょっと全くまだ別系統のグローブなんですけど、これが、はい、615っていう、これ全然僕も知らないですけど、米中専用だと思います。うん、あー、だからその系統、ね、うん、これちょっとあれですね、横に、そうやね、そうやね、だからこれもだから605っていうのもそうなんですけど、系統としては結構似てて、ちょっとこういう感じのグローブですよね。 はい、あんまりこう横には開かないかな、はい、うん、だからちょっとこれも多分違う、でもはめるというよりかはもう分かってしまったような、うん、で、これなんか結構いいかもな。これね、401で、これも、まあ、どちらかというとユースより、はい、中学校公式の1個目とかちょっとまあセカンドとかの子が割と好むかなっていう、まあ、いろんな使い方ができそうな401型、はい、うん、これも好きで結構進めてはいたんやけど。ああ、そうですね、これはかなりおいいですね。これは近いと思いますね。なるほどな。ちょっとなんか僕が思ってたよりもですね、正解に、まあ、近づいたんか近づいたんかちょっと微妙に分かりづらいような状況ですね。まあまあ割となんかこれ良さそうな感じがします。が、一応念のためにですね、ここにはない、うちの定番、もう定番というのはもうド定番の、はいはい、カタログに載ってるようなモデルで、まあ、これを入れてもらった理由はカタログに載ってないモデルも含めてこうオールスターを揃えたつもりなんですけど、はい、ちょっとですね、
ね。はい、すみません、これです。あの593っていうので、これ、ね、好きなポイントやっぱこの辺の広さ、こう広くこうパッと開いてて、はい、ちょっとですね、あのこの辺が広い。あ、大きさいいですね、これ。あ、いいんそれあ、そうなん、なんか、はい、さっきあの最初に話したやつ の円っていうやつ、はいはいはい、ここに非常にこう作りやすいかなっていう。あら、さっきのあれですかね、どれ、これをちょっと、おお、これな、これよりかでかいもんね、こっちは。やっぱり、うん、これがユースですね。うん、でもこれとちょっと大きくしたみたいな感じ。ああ、形も、はい、似てるんじゃないですか、みたいです。はい、これはいいっすね、かな、うん、まあ、今回反応がすごく良かったのがこれに、はい、この401っていうのに、あとは593っていうね、はい、あの店頭で一番こう引きが強い感じの、ものなんですけど、ちょっとベタなんで今回出さなかった。最後にサッと出したらなんかこれがいいですねみたいな、はい、そういうなんかオチになってしまったんですが、まあ、あの今回純慶さんに協力していただいて、ちょっとね、一人の人間、まあ一人の YouTuber のその癖をこう徹底的に分析するという意味で高級さん、そうですね、それが結構一番、はい、なるほど、個人的には好きですね。はい、はい、ということらしいです。あのどうやらこの定番の高級さんが、こう手にフィットしたという、そういう、オチです。こう、回り回って定番できたというオチなんですけども、はい、まあ、あのありがとうございました。非常に、参考に、なりました。まあ、こういうグローブが好きなんだなというのが、はい、今回分かったので、まあ、あのおいくんの一人 あの考え方というか、あ、グローブってこうやって選んでんねやなというのをなんかこう肌で感じてもらえるような動画にしたいなと思って、今回あのなかなか、長い動画になったんですけど撮ることができましたということで、 ありがとうございました。ありがとうございました。非常に参考になりました、はい、というわけで、チャンネル登録、いいね、ツイッターフォローよろしくお願いします。ありやした、ありやした、続く。